マイケル・レイボーンは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストンに出身の元プロ野球選手。右藤左だ。2000年6月5日に行われた MLB ドラフト19巡目で、ヒューストン・アストロズから指名を受けるが、契約を交わさずに、ヒューストン大学へと進学した。2003年6月3日に行われた、MLB ドラフト4巡目指名で、フィラデルフィア・フィリーズからを受け、 7月24日に契約を結んだ。この年はの、参加の A-9 バタビアマックドッグスで35試合に出場して23盗塁を決めた。2004年は A 級レイクウッドブルークローズで109試合に出場。打率、315.5本塁打、53打点と打撃面で数字を残した一方、持ち前のスピードでも、 成功率91%で58盗塁を決めた。2005年は AA 級レディングフィリーズで135試合に出場。しかし、打率268.6本塁打、44打点と打撃面で前年よりも低い成績に止まり、盗塁に関しても38盗塁、成功率は76%と成績がダウンした。 2006年7月30日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャーデビューを果たした。しかし、出場機会には恵まれず、17試合の出場で打率。125に止まった。また、持ち前のスピードも活かせず、1投類に対して投類失敗は2つ記録した。2007年は大幅に出場機会を増やし、105試合に出場。打率。 277.1本塁打、6打点という成績を残した。また、投塁には19回チャレンジして18回を成功させるなど、マイナーリーグ時代を彷彿とさせる数字を残した。2007年11月7日に、ブラッドリッジとエリック・ブラントレットとのトレードで、ジェフ・ギアリー、マイク・コスタンゾと共に、アストロズへ移籍した。2008年は、アストロズで、 中堅守のレギュラーに定着。138試合に出場して、規定打席にも到達したが、打率。229.5本塁打、29打点という、成績しか残せなかった。しかし、41盗塁を記録し、低い打率ながら、持ち前のスピードを存分に発揮した。2009年、前年の後半戦に残した打率。255、出塁率。 323という成績から、この年も一番打者として起用される。出場試合数を20近く増加させただけでなく、多くの部門で前年を上回る活躍を見せた。打率、打数、得点、安打、二類打、三類打、打点、盗塁、支球、出塁率、超打率、類打数、儀比の各部門で前年を上回る数字を記録し、 特に盗塁に関しては61盗塁を記録して、ナショナルリーグ盗塁王のタイトルを獲得した。チームの MVP にもなった。2010年、打率は前年から低下したが、52盗塁を記録。オールスターにも初選出され、2年連続でな、リーグの盗塁王になった。2011年7月31日に、ジョーダン・シェーファーら4選手とのトレードで、 アトランタ・ブレーブスへ移籍。この年も61盗塁を決めて通るようになった。2012年はオールスターの最終投票の候補になったが、デビッド・フリースに敗れたが、イアン・デズモンドの欠場で出場した。オフにブレーブスからクオリファイングオファーを受けたが、これを拒否して FA になった。FA 外野手の目玉と見られていたが、新郎氏協定による、 ドラフト保証の影響で、なかなか所属先が決まらなかった。2013年2月11日に、クリーブランド・インディアンスと4年4800万ドルで合意した。5年目は1200万ドルのオプション。中堅のレギュラーとして起用されたが、総公主すべてにおいて、スランプに陥った。特に総類面では、アリーグ加入1年目でモーションを読むことに苦戦し、23等類に終わった。 9月にハムストリングを手術した。2014年は前年にも増して成績を落とした。まず出場試合数が106に止まり、2007年以来となる規定打席未達のシーズンとなった。打率はわずかに低下して、257だったが、アリーグ最多の13塁打を記録。2015年も不振が引き続いた。95試合に出場したが、打率。 246.76三振という内容に終わった。守備面では88試合で守った中堅で無失策という好成績を残した。2015年8月7日にクリス・ジョンソンとのトレードでニックス・ウィッシャーと共にブレイブスに移籍。ブレイブス移籍後はさらなる不振に陥り46試合で打率。221わずか4盗塁という成績に終わった。 インディアンスとの合算では14、141試合の、出場で打率。238.30打点、17盗塁、107、三振という内容だった。2016年4月9日に、戦力外となり、自由契約となった。2016年4月22日に、トロントブルージェイズとマイナー契約を結び、参加の A 級ダニーデンブルージェイズへ配属された。試合に、 出場の後、5月7日に自由契約となった。2016年5月10日に、アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。15日に、メジャー契約を交わして、アクティブロースター入りした。ダイヤモンドバックスでは、中堅守のレギュラーに抜擢され、89試合に出場して打率。261.3本塁打、30打点を記録したが、持ち前の走塁面では、 成功率72%でわずか13盗塁に終わった。中堅の守備は74試合で5失策、守備率972とエラーが目立ったものの DRS では4と平均以上の数値を記録。また、各8試合で左翼手と右翼手の守りにもつき、それぞれ1失策だった。2016年8月31日にジェイソン・ヘンリックとのトレードで、 オルチモアオリオールズへ移籍した。オリオールズ加入後は、外野の両翼で起用され、24試合で打率。283.2本塁打、8打点、2投塁、オプス0.793と、移籍前よりは調子を上げた。左翼手及び右翼手は、各13試合で守り、いずれも無失策でこなしたが、右翼手の DRS はマイナス一だった。移籍前との合算では、 113試合の出場で打率264.5本塁打38打点15盗塁という成績だったオフの11月3日に FA となった2017年2月22日にオリオールズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった開幕から 参加のトリプル A 級ノーフォークタイズでプレーしていたが、5月24日に自由契約となった。2017年6月1日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、翌2日に参加のトリプル A 級ソルトレークビーズへ配属された。最大の特徴は足の速さ。マイナーリーグ時代からも盗塁が多く、2008年も出塁率は288と、 低いのにもかかわらず、41投類を記録している。打者としては、高めを得意としており、パワーもあるがゆえに、フライを打ち上げることや三振をキスすることが多い。中堅守備は、メジャートップクラスで、2010年には DR、DRS プラス30、ウザープラス20.6、2012年は DR、DRS プラス24、ウザープラス22.5を記録している。ありがとうございます。